皆さんこんにちは。本日の DKTV TRD の本気をお見せしたいと思います。ということで、はい、今回は何、はい、このずらっと TRD、 そうですね、初めて見たこんなの、86をたくさん持ってきました、ね、はい、すげえな、なんか TRD の本気を感じるね、はい、これでも GR じゃない、はい、そうですね、これはこの前に乗ったやつ、そうです、こちらは、はい、この間乗っていただいたものに、はい、リアウィング違うよね、はい、そうですね、あのこちらはあのパーツ売りで、あの別にやってるものでして、あのカーボン製の GT、 あ、別売りなんだ、はい、はい、そうですね、そうなんだ、はい、空力バランスとしてはあのトランクのスポイラーと合わせて、うん、前回いた乗っていただいたものが、うん、あの空力バランスとしてはあの合ってるんですけれども、まあ、今回それにウィングだけちょっとつけております。あ、そうなんだ、はい、でこっちの ZF6 は、はい、こちらはあのパーツ売りであの TRD の用品として売っていたものを、全部くっつけた形の車になります。あ、そう、はい、これコンプリートカーではない、コンプリートカーではないです、あの部品ごとに、はい、あのお買い求めいただけるものになっております。うーん、はい、でたくさんついてるんですけれども、まあ、シャシー、ボディ、空力とですね、あのそれぞれバランスをとってますので、うん、お客様にはあのできればあのエアロパーツはエアロパーツだけ、うん、ボディパーツだったらボディパーツ全部、まあ、そういった形でつけていただけるといいなと。すっきりしてるよね。そうですね、あの、うん、こちらはあのサーキット仕様ではなくてストリート向け あのセッティングというイメージで、はい、やっております。あ、そうなんだ、はい、ナンバー付きよ。そうです、はい、とても乗り心地もいいですし、あのワインディングであのタイヤが限界ちょっと手前ぐらいで気持ちよく走れるというような形のコンセプトですね、うん、部品売りはいいね、ちょこちょこちょこちょ こう手掛けられるからね。そうですね、こちら の、 あのフェンダーのところについている部品とかもですね、はい、結構人気があって、うんうんうん、まあ、これつけるだけであのタイヤハウスの中の空気をうまく引き出すというところで、なるほど、結構しっかりした乗り味に変えられるという部品なので、結構これの部品だけつけたりする方もいらっしゃいますね。あ、そう、はい、でこっちは、あ、こっちはが、はい、こちらの限定、はい、あの HR60 というですね、そうだよね、限定だよね、はいはい、もう10年前の車ですね、はい、に発売した車なんですけれども、うん、じゃあ100台限定ということで、あの、まあ、発売した車になります。でこちらはあの一番最初に試作で作った弊社で持っていた2台をですね、お持ちしました。で2台はどう違うんですか。まあ、実際こちらがあの試作第1号で、なるほど、向こうが試作2号みたいな形なんですけれども、基本的には同じなんですが、うん、あの10年間持ち続けてる間に少しずつですね、あのどちらの車も少しずつかあのうちの中でモディファイをしてまして、うん、まあ、こちらカーボンのフェンダーになってたりとかですねしますし、 あちらはあのちょっとブレーキのフィーリングが変わってたりとかですね、うん、ちょっと空力もリアウィングの角度を変えたりとか、あの、まあ、車内でいろいろ評価の練習だとか運転訓練とかですね、うん、まあ、そういったところに使ったりしている車になります。あ、リアウィング違うんだ。はい、あの同じボードなんですけれども、ね、あの角度をちょっと見てわかるかな、ちょっとあの向こうだけあの角度をちょっとつけてセッティングを変えてみてみます、はい、リアのディフューザーなんかもう GT マシンみたいじゃない。そうですね、ね、はい、あの、まあ、こちらはあのグリフォンコンセプトっていう車 の、はい、あの空力技術をですね、あの結構投入してまして、うん、あの、まあ、見えないんですけども床下とかですね、前からあの後ろまで結構綺麗に空気が流れるようにあのできてますので、今日ちょっと雨なんですけれども、走ると水しぶきとか GT マシンみたいに ああいう風にある上がるのが見えると、縦に上がる、上がりますね、はい、あとはあのボディ剛性をですね、あのかなりいろいろ手を加えてまして、あのサスペンションメンバーとかもですね、あのリジットマウントにしたり、あとアームの補強とかですね、あとフェンダーの中のブレースとかもあの実は入ってたり、なかなか、はい、あの後付けではつけられない、あのボディの基本性能ですね、そういったところをあのかなり高めた車になってます。これでじゃあテストをして、はい、仕上げていったのがこっち。そうですね、はい、うーん、こっちもじゃあフェンダーはカーボン、いや、うん、こちらはあのカーボンではないんですけれども、あのウェットカーボンというかですね、あの FRP になってます、ね、うん、あ、はい、
で、あのオーバーフェンダーになってますので、うん、45ミリ幅が広がってます。あ、そうなの？はい。へえ。で、その分あの235の大きなタイヤを履けるというところもありますね。うんうん、はあ。なんか、うん、フェンダーがこう膨らんでていいですね。そうですね。ね。はい、うん、かっこいい。へえ。キャリパーとローターは一緒。はい、あの色が変わってますけれども、うん、はい、基本的には同じものですね。でパッドはあの専用のものを使ってまして、でこちらはちょっとあのブレーキのサーボもちょっとチューニングしてます。そうなんだ。あと内装もあの2人乗りになってまして、実は。そうなの？はい。カーボンで仕切り付けちゃってるもんね。そうですね。でそこのカーボンもあのボディ補強の意味がありまして、へえ。あと、まあ、軽量化というところも、うん、はい、含めて。え、軽いの？はい、最終的に、ボディ補強を足してるんですけれども、うん、まあ、それと、バーターでちょうど0キロぐらいなところなんですけれども、かなりのボディ補強をしつつ、うん、同じ元の86と同じ重量っていうところの軽量化ですね。はあ、はい。屋根もカーボンでしょ？そうですね。ね、はい。はあ。あとフロントガラスはあの光合成ガラス接着っていう、あの当時はあの今は多分主流かもしれないですけど、うん、当時はなかなかあのある車となかったりする車があったんですけど、うん、そういうのも入れたりして、あのボディ合成はそういったところも、はい、あの手を入れてますね。はあ。あれは究極でしょ？そうですね。こちらはあのもう完全にあのレーシングカーのですよ、ね、作り方で作った車になりますね、はい。これは究極の ZN6 ですよね。こちらはあの社内 の, あの、まあ、グリフォンプロジェクトっていうものがあってですね、あの当時のトヨタテクノクラフトっていう会社のレース部門と特装部門と製造部門の技術を合わせて、でみんなであの開発しようという形で取り組んだ車になります。なんか TRD ここにありみたいな車だよね。そうですね。一度自分も乗ったんですけれども、やっぱり軽さとあの NA ならではの吹き上がりと、あとスリックタイヤのグリップ力ですね。もうそこはやっぱりあのナンバー付きではなかなか出せない性能がやっぱありましたね。これはどのくらい軽いんですか？1トン切るっていうのが目標でやってたんですけど、はい、え、切るの？はい、1トン弱になってます。1トン弱で、それを NA で、まあ、86というところでやっぱ NA エンジンと軽量化というところですね、うん、こだわってあの作った車になります。へえ。なんか TRD の底力を今回見せられてますけれどもね、こんなになんか TRD が用意したの初めてですよね。そうですね、見たことないよね、こんな、はい、これだけの台数を。ただもう10年ぶりなので、あの、自分も今話していることをちょっとしばらくぶりに思い出して、はい、喋っております。はい、はあ、はい、壮観だよね。だけどね、これだけ集めると。そうですね、86はあのとても TRD のモータースポーツの歴史の中でも重要な車ですので。ね、はい、へえ、これは今日は楽しみです。さあ、それでは TRD 号行ってみたいと思います。 TRD の本気すげえな、5台も用意してるもんね。前回も TRD 号ね、乗った時は雨だったけど、また雨だから、まあ雨はやっぱ楽しいよね。雨はね、腕が上がるよ本当に。アンダー消すためにどう荷重移動させればいいかとかね、本当雨は勉強になる。86が存在して TRD がパーツを作って、本当 AE86 の時そうだったもんね。ラリー用、ダートラ用、レース用、ジムカーナ用っていう、もうギアがあってファイナルがあって足回りがあってね、いろんなものをこう組み合わせると86がなんかもうどんどん生き生きしてくるっていう、そういうパズルのような、そういう組み合わせでね、86 AE86 を作っていったよね。だから
TRD ってそういう会社なんだよね。世の中の人たちに喜んでもらえるパーツを作って世の中に送り出すっていう仕事が TRD でしょう。行ってみたいと思います。雨強い、結構強い。いい音するね。いい足だこれ。しっとりしてて本当いい足。この車いい、しっとりしてて。すごいしっとりしてていい感じ。これは乗りやすいぞ。雨でも怖くないぞ。全然乗りやすいこの車。楽しいわ。しっとりしてるこの足。まあストリート仕様だからね、乗りやすいのは当たり前なんだけど、しっとりしてる足だねこれね。雨でも怖くない。乗りやすいんだよね。でインフォメーションがしっかりあるよね。フロントが逃げますよ、リアが逃げますよっていうインフォメーションがちゃんとあるから楽、乗りやすい。あ、よかったです。乗りやすいです。乗りやすい、よかったです。雨怖くない。あ、本当ですか。うん、よかったです。さあパーツを全部くっつけた TRD 号です。さあどうなるか。ニコーナーやばいよ雨の日は。乗りやすいぜ ZN6。
うまいよね TRD ね、仕上げ方がね。動きが分かりやすいね。動きが分かりやすい、本当に穏やかだ、楽だ。楽しいよね。楽しい楽しい。雨の日は楽しいぞ。遊べるよね、TRD ストリート号。タイムよりもこうなんか楽しいよね。まあ、リアウィングがない分、ちょっとリアが軽いなってのは感じるよ。こういうところでもね。リアウィングあった方がこういうブレーキングだとかね、そういうところでは安定するもんね。楽しいね、本当に。いや乗りやすいわ TRD ストリート号。これはそのパーツを全部くっつけたって言うんだけどね、リアウィングはないんだけどそんなに気にはなんない。お疲
れ様です。これはこれで面白いよ。これは大丈夫ですか。こちらリアウィングがないから、はい、ちょっとこう雨の多い水の多いところだとちょっと来るよね、リアがね。だからリアウィングありの方がやっぱああいうところでもそこまでカウンター当てない、うん、これはだからリアウィングないからささっきほどは抑えてない。だけど足の入力がこうなんつうの、入力がうまいよね、しっとりしてて。はい、一応ストリート向けだったんですけれども、うん、サーキットもまあまあ走っていけるよね。でこっちの方が弱アンダーだね、入り口がね。さっきの方が前後バランスが出てるから、ブレーキリリースしたら入っていくし、これはブレーキリリースしても入っていかないから、デフ効かせて曲げる。なるほど。違いがちょっと出るね。こっちはアンダー気味に走るし、向こうはニュートラルステアだし。はい、すごく参考になります。ちょっと雨の日であまりこうサーキット走りとかやらないので。まあそうだよね、はいはい、とても参考になりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやなかなか面白いわ、まあ、GL だからよくできてるのは当たり前なんだけどね。さあそれでは限定車両プラス回です。100台限定マシンにちょこ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 改良を加えていった1台です。いいね TRD、開発を止めない。14R60 行ってみたいと思います。あ、使いやすい。これこんなもの作ってんだね TRD。 そりゃ楽しいだろうな。14R60 の改良型、足もいいよ。乗りやすい、これすげえ乗りやすい。めっちゃいいじゃん。めっちゃ乗りやすいわ。すげえ。14R60 めっちゃ乗りやすい。これこれめっちゃいい、本当に他に言葉が出てこない、めっちゃいい。これ
すげえ完成度高いこれ。すごいな TRD。 これはいいぞ。雨の中全然怖くない。前後バランスバッチリ出てる。いやー恐れ入りました。さすがです。まあ嫌なところがない。いやーほんとすげえこれ。これは乗りやすい。ボディはしっかりしてるわ。足はちゃんと動いてるわ。空力出てるわ。これめちゃいいね。これはね、GL86 いらないわ。めっちゃ完成度高いこれ。あ、よかったです。まあ、10年前の車ですけど。ねえ、はい、14R60 回。いや、びっくりだよ。あ、よかったです。すげえバランスいい。いや、これはすごい。ウェットでしたけど、どうですか、グリップ感はちゃんと出てましたか。出てる出てる、全然出てる。で、空力も前後バランスちゃんと出てるし、はい、もうニュートラルステア、どこもどこでもニュートラルステア、はい、これは乗りやすいわ。これはびっくり。ちょっとどうですか、ボディ合成のこうなんか、いや硬い硬い、はい、合成がすげえしっかりしてるからさ、さっきのあの食器型のやつ、はい、あれはあなんかボディやってないんだろうな、これはこうボディ剛性しっかり出てるから、はい、GR みたいで、だから足がちゃんと動くし、はい、タイヤの接地面積も確保できるしさ、で空力もちゃんと前後バランスいいから、はい、ニュートラルステアで曲がってくる。全然ないねこれね。いや距離というよりも結構その訓練で使ってるので、結構限界域で使ってることが多いんですけれども、うんうん、いやこれはいいわ。よかったです。ああ、まだ別も10年間経ってもまだ大丈夫。ZN6 じゃないわ、別もんだわ。さあ今回の DKTV いかがだったでしょうか。 TRD の底力を見せるっていう感じだけど、これすごいね。 ありがとうございます。ねえ、 14R 回、 14R60 で終わったのかなと思ったらまだやってるっていうね、 TRD が。でやっぱりこれぞ TRD っていう感じがするよね。どっちかというと ZN6 じゃないんだよね、 ZN7 みたいな。7ですか。ありがとうございます、うん、はい、もうボディ剛性が全然違うもん ね、そうです ね、ボディ剛性がしっかりしてるから、はい、サスがちゃんと動いて、はい、台の設置面積を得てるっていう感じでさ、はい、すげえ乗りやすいよ。で空力も前後バランス出てるし、はい、雨の中で怖くない。あ、もうそれは本当に良かったです、はい、いやびっくりです。売ってませんということで、これ売らないの？ね、14R 回、そうですね、売りたいですね。まあ、10年前の車なんですけど、だからそれをパーツでさ、はい、出すとか。そうですね、ね、はい、でボディは無理だよね、ボディ補強はね。そうですね、これは本当にコンプリとかでしか出せない性能ですね。そうだよね、はい、いやだけどやっぱこういうさ ZN6 乗ってる人世界中にいっぱいいるからね、はい、やっぱそういうなんだろう、これが基本ですっていう車だと思う、はい、これはすごい乗りやすい。なんかもう街乗りも行けるし、サーキットもガンガン行けるしっていうね、はい、そういう一台で。売ってないのが面か、そうですね、残念だけど、はいはい、だけど TRD はまだやってるぞと、はい、もう今日乗っていただいて本当に嬉しかったです。久しぶりです、はい、だからこんな TRD の車がこんな5台も集まるってなかなかないでしょ。そうですね、ね、はい、まあだけど今回はね無理言って TRD に5台も用意してもらって、で最終的にこの ZN6 のね進化版、現在の改良型ですけれども、これの出来栄えが良すぎてちょっとびっくりしましたということで買えません。それではさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。